もうそれがもう疲れちゃって。いや、超疲れると思います。で、まあ、野球部やってる途中っていうのは、うん、結局何もできないんですよ、他のことが。そうですね。うんうんうん、ということは、その分、寝る時間にも影響するし。削られますもんね。結局そこでやれなかったことを、他の時間に当てなきゃいけないですからね。そうなんです。だからもう、なんか、うん、やめようと。やめた方がいい、それは。まあね、うん。で、週に1回とかそんなもんじゃないですか？ああ、でもね、うん、17ライブはやっぱ毎日やってるんですよ、みんな。みんなやってるんだ。でもあれ、多分ずっとやってる人っていないと思うんですよね。多分そうですよ。多分どんどんいろんなところに乗り換えたりとかって、うん、多分やってる人も、続かないと思いますよ。それなりに病んでると思います。うん、いや超病むと思います。ダメですね。あのオンずっとやっぱりスイッチがオンになってるんで、なんか変なテンションというか変な心境になりそうですね。まあそういうのが好きな人はねいいと思うんですけど、でもまあやっぱタレントさんとかだってそんなね売れっ子さんでも生放送毎日やりますって人は少ないですからね。まあ朝で番組持ってしまう、まあとかねそういう人はしょうがないですけど。でもまああれのああいう人だってね、やっぱこうなんだろ こういろんな人が代わり番号出てくるじゃないですか。自分がずっと映るわけじゃなくて、でも多分 YouTube だともうほぼ自分一人じゃないですか。あれはやっぱこうずっと緊張状態で良くないんじゃないですか。なんか家でやりたくないですね、いやだともう分けた方がいいですよ、やっぱりそれは。本当に極力やらないように。そうですよね。やっぱお尻張ってるな。ずっと昨日歩いてたから。足がね、やっぱ状態がね、良くないなと思いますね。お尻もそうですけど、上半身の方はまあ普通にいつも通り硬いなって言うんですけど、足の感じがやっぱ、疲れてますよね。でもなんかね、こう、やら、生まれててすごく、気持ちがいいですけど、感じがいい。そう。あの、前は本当ひたすら痛がる感じでしたもんね。余裕がなかったですよね。今日はなんか普通にもう。そう、わかる。いい感じです。余力があるんですよね。はい。ゆったり凝ったりしてるけど、はい、まあ、押せるだけの沈み込みもあるし、はい、なんかそんな、むっちゃ使えて、傷ついてるみたいな感じではない。はい、まあ、疲れてはいるけど、はい、もんで、心配ないって感じです。ありがとうございます。やっぱり人間ってね、やっぱり気づけば1ヶ月でこんだけ体が変わるんだよっていう、やればね、やっぱりやったなりに、多分寝ないって回復できないですからね。はい、寝てる時もやっぱりそのライブがあるとかって頭の緊張が取れなそうですもんね。そうです。どっかであれまだ続いてるかなみたいな意識になっちゃいません？なんかね、あとまだ1時間あるとかね、だからそういう、で、なんか、やっぱり人が来たり来なかったりとか、来たら挨拶したりとかになりますしね。いやー、たぶん、それって、たぶん想像以上に大変な気がします。それ、なんか、まあ、まだ半年ぐらいですけど、ずっとやってて。いや、半年でも長いですよ。長い。で、それからやっぱり体がおかしくなったんですよ。確かにお金はそれなりに入るんですけど、やっぱりなんか、その、失っていく自分の健康が やばいと思って。その多分、その入ってくるお金よりも、健康の方が大事ですよね。全然大事。もうね、そんなもう、他で頑張るわって思います。そうですよね。いや、だってお金では買えないですからね、健康は。悪くなってしまった健康はもう戻せないですから。そこは怖いですよね。怖いです。だから人間的にもだからちょっと良くない、悪い方向になっちゃうんで。そうですよね。ありますよね。だからやっぱり
良くないんで、普段だったらやっぱ気にならないことでも、うんうんうん、やっぱりもう自分に余裕がないから、なんかカチンとくるみたいに、ね、やりやすいですよね。いやだと思う。やっぱ疲れるとやっぱちょっとまあ被害者っぽくなるっていうか、なんかこんなに俺は頑張ってんのにみたいな気持ちとかになりますからね。そうだからもう、ほっといてくれっていう感じになっちゃうんですけど、あ、だったらライブホースやらない、やるの。いいんだよ、そうそうそう、そういうことなんですよ。そうなんですよ。だから結局、まあね、あの、ライブ、だから俺向かないタイプですね。うん、ああ、なるほどね。まあでもやってわかることですもんね、それってね。やらなきゃわかんないから、さして面白いことやってるわけでもないし、たくさん人が来るわけでもないし、なんかちょこっとお金が入るぐらいでこんな、こんな風になるんだったら、もう最初からやらない方がいいっていうのがやっぱり結論でも半年やって出た結論だから悔いが残んないですよね。もう本当もう他で頑張ります。その分だからしっかり休んで、なんかあの、ね、YouTube、あの、もっと効率的にやればいいんですね、休みながら。そうですね、編集のクオリティを少し上げてみたりとか、そうそう、でも自分もやれ、頑張りたいとかできるって思うことでやった方がいいですよね。合わないこと無理にやることないと。あと、ね、自分の体健康だって、元気よくフリーマッサージやった方がね、そうそう、それはそうですよ。受ける人だって。もう大丈夫ないですもんね。そうそうそう。この間言ってましたけどね。そうそう、心配になっちゃいますからね。リスナーさんから心配されてるセラピストって何なんだろう。まあまあ。割とあることですけどね、あの、意外とね、医者の不養生みたいな。ミラトリがミラですからね。だからもうちょっとね、生き方を先月から改めてます。あ、全然変わりました。押されてて、もう、だって言わなくなりましたもんね、痛いとかね。はい、全然今痛くないです。気持ちいい、気持ちいいです。気持ちいい感じで、よかったです。あ、そうそう、あとなんかね、飲み会しとかこんなにですかってあって、あ、はいはい、ありましたね。一回も飲み会しだったことはないですね。よかったです。ここ、リラクエさんで飲み会しだったことはないです、ね。ありがとうございます。あの、他のところではたまにあったりしますけどね。あ、1ヶ月ぐらいでなんかその解除されたみたいな。だいたい多分1ヶ月なんですよ、私 のところも。多分30日後になったらもう1回言えるんで、その時に言えば多分そんなにかからないで治るんじゃないかなと。だから最悪もう、そうそうそう、遅くてもまあ1、2ヶ月かなとは思ってるんですけど、うわー、まあまあそれでちょっと休んで、ちょっと調べたら、うまくいけば2週間ぐらいでできるみたいな。こっちの方が痛いですか。いやー、張ってるですね。やっぱ多分ちょっと重心がね、きますからね。はい、いやー、うわー、でもこの間とは違う、違う、あ、でも痛いな。でも痛いです、ね。もう硬いのは分かりますね。ですね。でもやっぱりなんか同じこと言いますけど、前より本当に良くなってますよね。ありがとうございます。いい状態ですよとは言えないですけど、はい、でもなんか、まあこれぐらいならそんなに心配なくできるなっていう、はい、これから徐々に、良くなっていくんじゃないかなって。あの、生活さえ気をつけて。そうですね、まあ今そうやってこうライフスタイルにね、いい変化が出てるので。そうです、はい、1ヶ月でね、ここまで戻せれば、2ヶ月、ね、3ヶ月で、全部体がね、入れ替わったら、いいイメージがね、湧きますよね。この1ヶ月でなってくると自信つきますね。だからもう、やっぱり先月、もう来てよかったなって、思いましたよ、やっぱり。こうやって体が良くなってるんで。
やっぱり何でもほら、あの、人任せにね、あの、しちゃダメですよね。やっぱ自分でもやっぱ努力しないと。そうですね。そうなんですよ。まあ、やっぱ一番は毎日の積み重ねですからね。ここはきっかけなんで、そう、これで完了ではないんですよね。またその生活の中で良くも悪くも変化していくし、うん、おお、いやー、いいですね、気持ちいいね。ちょっと叩きましょうか、こっちは。あ、はい、ちょっとこのトーク戦の音がね、やっぱいいっていう人がやっぱ多い、うん、あ、そうだと思います、うん、やっぱ一回は鳴らすとかないと、ありがとうございました。また来月よろしくお願いします。はい、またよろしくお願いします。哲也さんもチャンネルをやっております。ダンサーセラピスト哲也で元気な体でどんどんやっていきますの で、ね、よろしくお願いします。安心してフリーマッサージも受けに来てください。渋谷でね、はい、やってますね。やってるんですよね。よろしくお願いします。はい、よかったら見てください。では See you。 See you。 あ、グッドボタンとお気に入りましたらチャンネル登録かグッドボタンお願いします。お願いします。 See you。 See you。